静電記念2日目水戸予選で連勝で地元立ち上がり決めました柳口陽一選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。2次予選の、一番手というところで、まあ、緊張もされたかなと思うんですけれども、まずはいいスタートを地元勢に託せましたね。まあ、地元勢にはバトンはつなげられたと思うんですけど、でもあの酒井君の仕掛けに見事に離れてしまったので、まあ、ちょっと自分の体を修正しないといけないところもあります。ここからまあしっかりリカバリーして最後差し切ってというところですけれども、最後捉え切れるというところは感触はありましたか。まあ、追いついてしまえば、まあ、あの酒井君の出だしがいい方なんで、まあ、後半の分、まあ、何回も連携して垂れてくるんですけど、まあ、本当、まあ、抜けたのは地元の方のおかげの声援のおかげです。では明日準決勝ですね、控えていますけれども、そこに向けての意気込みお願いします。そうですね、まあ、明日もしっかり一部やって頑張ります。よろしくお願いします。